第5次イタリア戦争は、イタリア戦争の一部である。フランス王フランスは一世とオスマン帝国の、スルタンスレーマン一世が神聖ローマ皇帝カール五世と、イングランド王ヘンリー・パッセイと戦った。イタリア、フランス、ネーデルランドで戦闘が起き、さらに、スペインとイングランドの侵攻が起とされるなど、西ヨーロッパの大半を巻き込んだ戦いとなったが、決着はつかず、 とに交戦国の財政を悪化させただけに終わった。戦争は、前回の第四次イタリア戦争を終結させた、ニースの和役の失敗を起因とする。ニースの和役は、カールとフランソワの長きにわたる争い、特に、ミラノ公国への請求を解決しようとした。1542年、後日を見つけたフランソワは、すかさず宿敵カールに宣戦線した。直後に、 ネーデルラントで戦闘が起き、翌年にフランスオスマン連合軍がニースを攻い、北、イタリアにも侵攻してチナーマグサイチェレゾーレの戦いを引き起こした。カールとヘンリーはフランスに侵攻したが、ブローニュシュルメールとサンディジエの包囲が長引き、決定的な打撃はついぞ与えられなかった。1544年末、カールとフランスワの間でクレピーの和役が成立したが、条約に盛り込まれた。 戦略結婚の振動であるオルレアン公シャルル2世が死去したことで和平は1年足らずで破綻した。和役に参加しなかったヘンリーは独力でフランソワと戦い続け1546年のアルドレスの和役まで粘った。フランソワとヘンリーが1547年に相次いで死去したことでイタリア戦争の決着はその継承者に委ねられた。 前回の第四次イタリア戦争を終結させたニースの和訳は長きにわたった争いを解決することに失敗した。和訳は神聖ローマ皇帝とフランス王に矛を収めさせ、協商を始めさせたが、二人とも戦争の結果に満足しなかった。フランソワ一世はミラノ公国への請求を取り下げようとせず、カール五世はフランソワが第三次イタリア戦争の最中、 スペインで囚われていた時に署名したマドリード条約を履行させようとした。ミラノの他にもカール5世のブルゴーニュに対する請求や、フランソワ一世のナポリとフランドルに対する請求など、問題は山積みであった。1538年と1539年の間、両大国は調整を続けた。1539年、フランソワは、 ヘントンの反乱に直面していたカールを会談に誘った。当時スペインに行ったカールは反乱鎮圧のために、フランスを経て、ネイゲルラントへ向かわなければならず、この申し出に同意した。艦隊を受けたカールは、宗教改革についての議論に前向きだったが、政治的な問題の解決は引き延ばされ、フランス領を離れるまでに合意したことは何もなかった。1540年3月、カール5世は、 政略結婚を提案した。長女マリアでアブスブルゴとフランソワの三男、オルレアン公シャルル二世を結婚させ、皇帝の死後ネーデルラント、ブルゴーニュ、シャロレーを継承するという計画である。一方、その条件として、フランソワは,は、ミラノ公国とサボイア公国への請求を取り下げ、マドリード条約と貴婦人の和訳を履行し、カールと同盟を結ぶ。フランソワは,は、 ミラノを失うというコストがあまりに大きく、また両条約を何としても履行したくないことから、4月24日にミラノを諦める代わりにネーデルラントをすぐに得ると逆提案した。交渉は数週間続いたが全く進まず、6月には打ち切られた。ユーリヒクレイフェベルクコービルヘルム5世、ハインリヒアルデグレーファーが1540年頃、ビルヘルム5世は、 ジャンヌ・ダルブレと結婚し、フランソワ一世と同盟したが、カール五世に撃破された。スレーマン一世、ベネツヤ派が16世紀、フランソワはすぐ同盟者集めを始めた。当時、ユーリヒクレー・フェベルク公ビルヘルム五世は、第三次ゲルデルン継承戦争で、カール五世とゲルデルン公位を争っており、後ろ盾を得るためにジャンヌ・ダルブレと結婚した。 シュマル・カルデン同盟にも声をかけたが、同盟側の動きは鈍く、フランソワは同盟締結に失敗した。1542年までにドイツ北部でフランソワと同盟しそうな諸侯はすべて皇帝に確保された。遠い東方ではフランスの努力が結実してフランスオスマン同盟が更新された。オスマン帝国のスレーマン一世は、 オスマンのハンガリー侵攻から皇帝の目をそらすため、フランスと帝国の争いを煽った。しかし、1541年7月4日、フランス中オスマン大使のアントワーヌド・リンコンガパビアを通過中、帝国軍に殺された。フランソワの抗議に対し、カールは責任を否定し、教皇の助けを借りて調査することを約束した。カールは、 北アフリカ遠征の計画を立てていたため、これ以上ヨーロッパでの争いに巻き込まれたくなかった。1541年9月末にはカールがマヨルカ島に到着し、アルジェ遠征を準備していた。フランスは、ムスリムと戦っているキリスト教徒を攻撃するのは、道理に反するとして、皇帝が遠征している間に戦線しないことを訳した。しかし、帝国の遠征は、 全くの失敗であった。上陸して、すぐ、艦隊は嵐でバラバラにされ、カールは11月までに、残りの軍とスペインに帰った。1542年3月8日、公認のフランス大使、アントワール・エスカリン・デ・アイマールが、オスマン帝国に援助の約束を取り付け、コンスタンティノープルから戻ってきた。フランスワは、ンコンの殺害などを口実に、7月12日に、 戦線した。フランスはすぐ二手に分かれて、作戦を開始した。北では、オルレアン港がリュクサンブールを攻撃、短期間占領した。南では、クロード・ダヌボーとフランソワの長子、王太子アンリが、スペイン北部のペルピニャンを包囲したが失敗した。フランソワ自身は、ラロシェルで起きた、演税改革に起因する反乱で、身動きが取れなかった。 フランス北部とネーデルラントで起きた主な戦闘。この時点でフランスワとヘンリーパスへの関係はこじれていた。ヘンリーは同盟条約で規定されていた年金支払いをフランスが拒否したことに激怒していて、さらにフランスのスコットランド介入に直面していた。ヘンリーは息子とスコットランド女王メアリーを結婚させようとし、それがスコットランドの清掃につながり、 ヘンリーはその隙をついて、スコットランドを攻撃した。ヘンリーは1543年夏の戦線を目途に、フランソアに対する戦争を準備していたが、皇帝の指示を取り付けるのに苦労した。皇帝はヘンリーが、教会分裂を引き起こすと見ていたので、ヘンリーを攻撃から守ることも、教会の長と呼ぶことも到底受け入れられるものでは、なかった。交渉は、数週間続き、 1543年2月11日に同盟条約にこぎつけた。条約では2年内のフランス侵攻が訳された。同年5月、ヘンリーはフランソアに最後通帳を送り、20日内の返答を要求し、6月22日に宣戦線した。フランス北部で戦火が広がった。ヘンリーパスへの命令で、ジョンはロップが5000の軍勢を連れて、イギリス海峡を渡って、 カレーに到着、そのままネーゲルラントの守備についた。フランス軍では、バンドー向こうアントワーヌが4月に、リレオ、ダヌボーが6月にランドルシーを占領した。ユーリヒクレイフェベルクコー・ビルヘルム・五世は、公然とフランソワに味方して、ブラバント公国を攻撃、アルトワとエノーを白量で戦闘が起こった。フランソワもついに進軍したがなぜかランスで止まり、一方カールは、 有利飛行国に侵攻して、デューレンを占領した。ここで、ビルヘルム5世の危機を察知したフランソワは、オルレアンコートダヌボーに、リュクサンブール攻撃を命じ、二人は9月10日に入場した。しかし、ビルヘルムはその3日前に投降して、フェンドを条約に署名してしまった。条約により、ビルヘルム5世は、 ゲルデルン公国とズトフェン白領をカール5世に割上し宗教改革の鎮圧を約束した。カールは続いてランドルシー包囲戦を観光、フランソワとの決戦を求めた。フランス軍のマルタン・デュベレーは皇帝軍の攻撃を防いだが、フランソワは11月4日にサンイコール艦隊へ撤退、皇帝は北上してカンブレーを占領した。ニース包囲戦。 マトラク中ナスーフが16世紀地中海でも戦いが起こっていた。1543年4月、スレーマン一世はバルバロスハイレッディン率いる艦隊をフランスに派遣した。バルバロスはダーダネルス海峡を100隻以上のガレー船で通過し、イタリア沿岸を略奪しながらフランスに向かい、7月にマルセイユに到着した。そこでフランス艦隊の指揮官である。 アンギャン博、フランスワの歓迎を受けた。8月6日、フランスオスマン連合艦隊はニースを出港、軍勢をビルシュルメールまで運んだ。ニースはすぐに包囲された。ニースは8月22日に落城したが、城塞は9月8日まで持ちこたえた。この頃、バルバロスはフランス海軍にとって負担となっていた。9月6日には補給がなければ引き上げると言い張った。 その対応として、フランソワは、トゥーロンの住民を、世帯主を除いて追放して、同志をバルバロスに与えた。バルバロスは、その後8ヶ月間にわたって、トゥーロンを3万の軍勢の基地として運用した。しかし、フランソワにとって、オスマン軍が国内をカッポしていることは、喜べることではなく、バルバロスのチュニスサイ征服にも後ろ向きだった。結局、 1544年5月に、オスマン艦隊は、フランス大使、アントワール・エスカリンデアイマールとご関の、フランスが冷戦に同伴して、ナポリ沿岸を略奪しながら、イスタンブールへの帰途に着いた。第6代ペスカーラ公爵アルフォンソ・ダバロス、アブラエ・キツアーノが、1533年頃。ダバロスは、チェレゾーレの戦いで、フランスに敗北したが、セラバッテの戦いでは勝利した。 一方、ピエモンテでは、ブティエール領主フイゴンギフレイ率いるフランス軍と、第6代ペスカーラ公爵アルフォンソ・ダバロス率いる帝国軍が退治し、戦況が硬着していた。ダバロスは、カリニアーノの城塞を占拠して牢城し、フランスはそれを包囲して、決戦を求めた。1543年から1544年に、かけての冬、フランスは、増援を派遣して、 アンギャン・ハク・フランソワを司令官に任命した。同じく増援を受けたダバロスは、海戦に応じ、1544年4月11日に、シレゾーレの戦いを戦った。この戦闘の死傷者数は、当時の基準から見ても異常に高く、両軍の総数の28%に上った。戦い自体はフランスが勝利を飾り、帝国軍は崩壊したが、戦略的には、 さほど重要ではなかった。というのも、カール5世がピカルディに侵攻したためフランソアは、ピエモンテ中流軍の大半を呼び戻し、アンギャン博のもとに残された軍勢では、ミラノ侵攻には力不足であったためだった。1544年6月、セラバッテの戦いで、ダバロスがフランスのイタリア傭兵隊を撃破したことで、イタリアにおける戦いが終わった。 1543年12月31日、ヘンリーとカールは、さらなる条約に、署名、1544年6月20日までに、フランスへ申請することと、兵力は、両国が、それぞれ3万5千以上の不評、7千以上の騎兵を供出することを約束した。対抗して、フランスはもう7万の軍勢を集めた。しかし、ヘンリーにもカールにもすぐに戦役を始められない事情が、 あった。ヘンリーは、スコットランドとの戦争の最中で、カールはドイツ諸公との争いに没頭していた。5月15日、初代サマセット公爵、エドワード・シーモアは、スコットランド侵攻の進展により、スコットランドはもはや、脅威ではなくなったことを、ヘンリー・パスセイに報告した。報告を受けて、ヘンリー・パスセイは、復心や皇帝の制止を振り切って、 独自のフランス戦役の準備を始めた。一方カールは、第4回失敗や帝国議会で諸公との協議を成立させ、ザクセン戦抵校、ヨハンフリードリヒトブランデンブルク戦抵校、ヨアヒム2世もフランス侵攻に参加した。1544年5月には、フェルダンテ1世ゴンザーが率いる軍が、ルクセンブルクの北に、カール自ら率いる軍が、 プファルツ選定綱領に配置され、フランス侵攻の準備が整った。その総勢は4万2000で、さらに4000人がイングランド軍と合流した。5月25日、フェルダンテ一世はルクセンブルクを占領、続いてコメルシー・トリニーへ軍を進めた。フェルダンテは同時に声明を発し、皇帝の侵攻の目的をトルコ人と同盟した暴君の打倒とした。7月8日、 フェルダンテはサンディジエを包囲した。カール率いる新政軍もすぐに包囲に参加した。第三代ノーフォーク公爵トマス・ハワード、ハンス・ホルバインが1539年。ヘンリー・パスセイによりイングランド軍司令官としてフランスに派遣されたがモントルイユ包囲戦で敗北した。ヘンリー・パスセイも第三代ノーフォーク公爵トマス・ハワードと初代サフォーク公爵。 チャールズ・ブランドンを司令官に任命して4万の軍勢を華麗に派遣した。ヘンリーと皇帝が戦役の目的とヘンリーの申請の是非について結論を出せていないのを知り目に、この大軍は簡満に、しかも無目的にフランス領土へと前進した。最終的にヘンリーが下した決定は軍を二手に分けることだった。ノーフォーク港にはアルドレス。 またはモントルイユを包囲する命令額だった。彼は校舎を選んだが、補給不足や、四季の乱れなどで失敗した。サフォーク校には、ブローニュシュルメール包囲の命令が届き、7月14日には、ヘンリー・パッセイが、華麗に渡りサフォーク校に加勢した。ブローニュシュルメール包囲戦はそのまま7月19日に、始まった。皇帝は、大反対し、 パリを攻撃すべきと主張したが聞き入れられなかった。カール自身は未だにサンディジエで足止めを食らっていた。ジロラモ・マリーニに要塞化され、サンセール・ハクルイ・ヨンセイ、ドビュ・ウェイユが守備についていた死は、眼鏡にも持ちこたえていた。7月24日、カールは、フランス軍が駐留している、ビトイコール,ル,イコールフランソワを占領した。フランス軍は、たびたびそこから出撃して、 皇帝軍の補給線を寸断しようとした。8月8日、守備軍は物資の不足により交渉に入った。8月17日、フランス軍が投降し、皇帝から軍機を下ろさずに去ることを許可された。41日間足止めされたことで皇帝軍の攻勢が止まった。皇帝の復心は撤退を主張したが皇帝は面目に関わるとして、シャロン・アン・シャンパーニュへ、 強行軍した。しかし、マルヌガーとかは、ジャロンで待ち受けていたフランス軍により阻止された、とかはかなわなかったが、皇帝軍は、シャンパーニュを荒らし回り、エペルネー、シャティオンシュルマルヌ、シャトーイコールティエリ、ソワソンを、次々と落とした。フランスは、皇帝軍を止める行動を全くしなかった。ガブリエル・ドロルジージ率いる軍勢は、ラニー・シュルマルヌの反乱鎮圧に手を焼いており、 皇帝軍を相手する暇がなかった。パリは強硬に陥ったが、フランソアは恐れるものは何もないと強弁した。カールは9月11日にようやく撤退した。ヘンリーはブロー入港場を自ら敷き、市街地を9月の初めに落とし、城も9月11日に攻め入った。守備軍はその数日後ようやく投降した。この頃、カールは資金不足に悩まされ、 さらに宗教問題にも対処しなければならなかった。彼はついにヘンリーに手紙を出し、信仰を続けるか単独講和かの選択をヘンリーに委ねた。しかし、手紙がヘンリー・パッセイの元に届いた頃にはすでに講和が終わった。カールとフランソワの代表は1544年9月18日にクレピーデクレピーの和訳に署名した。和訳の成立には、 フランソワ一世の王妃レオノールと愛称エタンプ公爵夫人が橋渡し役を務めたことが大きい。条約の内容はフランソワ一世とカール五世がお互いの領土への請求を放棄し1538年時点での国境を回復するというものだった。具体的には皇帝がブルゴーニュ公国への請求を取り下げる代わりにフランソワ一世が ナポリオ王国への請求を取り下げ、フラントルとアルトワへの総主権も取り下げる。また、政略結婚の一環として、オルレアン公が、カール5世の娘、マリアか、名アンナと結婚する。持参金は、マリアと結婚した場合、ネーデルラントとフランシュコンテで、アンナと結婚した場合、ミラノになる。一方、フランソワ一世は、ブルボン皇領シャテルロー、アングレームを、オルレアン公に授け、 サボイア公国とピエモンテへの請求を取り下げる。さらに、フランス王一世は、カール五世のオスマン征伐を援助することを約束した。二人の間には秘密条約があり、フランス王一世が、プロテスタントの武力鎮圧と公会議の開催を約束した。クロード・ダヌボー、ジャンクルへの弟子が、1535年頃。ダヌボーは、海軍の経験がなかったにもかかわらず、 イングランド遠征艦隊を指揮した。しかし、フランスの王太子アンリは彼ではなく、オルレアン皇の結婚が定められたことに不満だった。ヘンリーパッセイもカールの裏切りに起こり、スレーマン一世も不満であった。フランソワは条約を一部履行したが、オルレアン皇が1545年に死去したことで、条約が骨抜きとなった。皇帝は講はしたが、 フランソワとヘンリーの間の戦いは続いた。王太子ヤンリが軍をモントルイユに進め、ノーフォーク港の包囲を説いた。ヘンリー自身は1544年9月末にイングランドに戻り、ノーフォーク港とサフォーク港にはブローニュの防衛を命じた。しかし、今や皇帝はすでに戦争から離脱しており、皇帝からの援軍が期待できないことと、フランス軍が全軍で、 イングランド軍と戦えることがイングランドにとって不利であった。イングランド軍は混乱に陥り、さらに接近してくるフランス軍が5万人もいるという噂を聞くと、二人はすぐ命令に背き4000人を残してイングランド軍の大半と共にカレーに戻った。今度はイングランド側のカレー守備軍が数で上回られ、フランス軍に包囲された。 大大使ヤンリは誰にも邪魔されないのを見て、ブローニュ包囲に集中した。そして、10月9日の総攻撃が成功しそうになったが、まだ占領も終わらないうちに略奪に走ったため逆に撃退された。カレーでは和平交渉が行われたが、全く進展しなかった。ヘンリーはブローニュ返還拒否とフランスのスコットランド支援禁止という2点を決して譲らなかったからである。 カール五世が仲介役を務めたが、自らもヘンリー・パッセイとの不和を抱えていたため、交渉をまとめることができなかった。ワイト島を攻撃するフランス艦隊、著者不明、16世紀。ヘンリー・パッセイに譲歩させるため、フランスはある行動に打って出た。イングランド上陸計画である。その準備として、ノルマンディに3万人の陸軍を集め、船400をルアーブルで待機させた。 艦隊の指揮官は、クロード・ダヌボーだった。1545年5月31日、フランス遠征軍がスコットランドに上陸した。7月、初代ノーサンバーランド公爵ジョン・ラドリーが艦隊を率いて、フランス艦隊を攻撃したが、天候不順で失敗した。しかし、フランスもアクシデント続きであった。ダヌボーの機関が炎上し、その代わりの機関が座礁した。ともかく、 7月16日に出港したフランスの大艦隊は19日にソレント海峡に入り短期間ながらソレントの海戦を戦った攻撃は失敗しイングランド艦隊にほとんど損害を与えられなかった一番大きい損失を起こしたメアリー・ローズの沈没は事故であった21日にフランスのワイト島進攻が起き25日にもフランス軍が シーフォードに上陸したが、どちらも短期間で撃退され、結局フランス艦隊は、ブローニュの海上封鎖に戻った。ダヌボーは8月15日に、最後の攻撃として、ビーチー岬に上陸したが、これも短期間で撤退した。アルドレスの和役を批准するヘンリー・パッセイ1545年9月までに、戦争が完全なステールメイトとなった。どの国も、 兵員と資金の不足に悩まされ、ドイツのプロテスタント諸公に支援をこうたが失敗した。ヘンリー、フランソは、カールの3人の王は、外交努力で突破しようとしたが、3人の相互不信で、失敗した。1546年1月、ヘンリーは、初代ハートフォード博、エドワード・シーモアを華麗に派遣し、フランスでの戦闘を再開しようとしたが結局何も、起きなかった。 フランスにはもう戦争を起こす力がなく、ヘンリー・パスセイは、ブローニュの処分だけが関心事であった。利害の一致した二人は5月6日に交渉を再開した。1546年6月7日、アルドレスの和訳が、フランス代表とイングランド代表の間で署名された。条約の定めによると、イングランドは1554年までブローニュを領有し、 その後はフランスが200万駅で買い戻す。その間、付近での築城は禁止され、フランスは,はヘンリーへの年金支払いを再開する。200万駅という値段を聞くと、新生ローマ帝国の外交官は、これでブローには永久にイングランドの手に残るだろうとヘンリーパッセイに言ったという。条約では、スコットランド問題の処置もなされた。 スコットランドは条約に署名できなかったが、急戦の効力が及ぶとされ、ヘンリー・パスセイは、無意味に、スコットランドを攻撃しないことを訳した。これによりスコットランドはしばし休息の時間を得たが、戦いは18ヶ月後に再開した。カール・モセイと彼に敗れた人々、ジュリオ・クロービオが、16世紀中期。左からスレーマン1世、強行クレーメンス7世、フランソワ1世。 ユーリヒクレイ・フェベルク公・ビルヘルム5世、ザクセン公・センテイヨハン・フリードリヒ、ヘッセン・ホーハク・フィリップ1世。この戦争は、フランソワ1世とヘンリー・パッセイの治世を通して、最も出品のかさむ戦争となった。イングランドでは、資金不足により、税金が未曽な負担とまで呼ばれ、貨幣改中がたびたび行われた。フランソワ1世は、財政改革を行い、 いくつかの新しい税を徴収した。したがって、財政破綻に近いフランスは、ドイツのプロテスタント援助などできるはずもなく、シュマルカルデン戦争に介入できなかった。そして、フランスが財政を立て直した頃には、皇帝がミュールベルクの戦いで大勝し、戦争を終わらせた。スレーマン一世は、アドリアノープルの和訳の締結によりハップスブルク家との、 戦いが一時休戦となった。ヘンリー・パッセイは1547年1月28日に亡くなった。フランソワ一世も同年3月31日に死亡した。ヘンリー・パッセイの後継者たちはスコットランドでの争いを続けた。1548年、スコットランド人との戦いにより、ブローニュで戦線が開かれそうになると二正面作戦を避けるために、 期限の4年前である1550年に同志を変換した。戦争の原因だったイタリア諸国への請求は次の第6次イタリア戦争に持ち越された。ありがとうございます。